車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はついに完成したこちらを紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンドショップ浦和の小出くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと小出くん初登場ということで。初登場ですねけど車歴は長いんですよね。長いですね、はい、もう10年ぐらいになると思います、はい、そしてあのボンドショップの前はボンドボディの方の配属だったということで、 そっちではボディではペインターでしたね。でこっちへ来てメカニックですね、はい、じゃあもう何でもこなせるオールラウンダーということでではないですけども頑張っていきたいと思います。で特に今回あのいろいろ塗装してる部分もあるんで、はい、まあ、塗装職人だった経験も活かせるんじゃないかなというわけで、はい、こちらを紹介したいと思います、はい、で今回こちらの GLS もう経過でもうこういうふうにカスタマイズしてますよっていうのはあの動画でお届けしてるんでご存知の方も多いとは思うんですけれども、このカスタマイズテーマがあるんですよね。ペイントマッチですね、はい、まあ、要はアメリカで今こうグイグイ来ているカスタム手法ですよね、はい、で僕はあの以前 S クラス水色のやつで、まあ、詳しく解説させていただいたんで、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、まあ、テーマカラーを一つ決めて、まあ、もう全部それに染め上げちゃったりとか、もしくはボディとタイヤホイールをその色に合わせたりだとか、まあ、要はその車をファッションの一部として捉えて、まあ、カスタマイズしますよっていう、まあ、割と今までそういうのってなかったよね。そうですね、なんかセレブの間で流行ってるって聞きましたけどね、はい、あとはなんかプロスポーツ選手とか、はい、最近なんかそういうのがいろいろ出てきてるみたいです、ね、でもなんか日本とかでもあんまりなくなかった、そういうカスタマイズって。そうですね、あの見なかったですよね。ここから流行ってくるのかなと思いますけど。黒ぐらいだよね。黒はありましたよね、やっぱみんな黒くするっていう時ありましたけどだいぶそれもなくなってきて、ちょっとみんな飽きてきたのかなっていうところあるんで。というわけで今回このマットシルバーに全部なってると、はい、でこのマットシルバーもペイントじゃないんですよね。ペイントじゃないです、あのラッピングでもないですよね。プロテクションになりますか。ラッピングプロテクションになります、はいはい、こちらがアメリカのフィルムメーカーイノゼテックのダイナミック PPF、 要は傷を守りながらボディの色替えができるという商品で、全部マッシルバーになってると、はい、でしかもこれ聞いたらなんと新色なんですよ。そうですね、あのデモカーっていうことだったんで、まあ、好きにやっていいっていうことだったと思いますね。せっかくだったら新しい色を貼っちゃおうということで。そうですね、かっこいいと思いますけどね。これなんか GLS になんかめちゃくちゃ合ってる。合ってると思います、重厚感あると思います。そしてこの艶引き具合も結構な艶引きだよねこれ。そうですね、そうですね、触り心地はいいんですけど、まあ引けてる感じはしますよねすごく、はい、というわけで、まあ、大きいパーツを中心に全部それが施工されて、まあ、シルバーになってると、はい、そしてさすがにこういう細かいパーツは、はい、ラッピングできないですもんね。はい、ペイントになります。今回は全部ペイントで仕上げてる、はい、元塗装職人小出先輩、ちょっとどこら辺がペイントなのか教えていただいてもいいですか。やっぱりこううまく張り込めないようなところがペイントになってますね。この網の部分だとか、まあ、グリルの部分がペイントになります。あとエンブレム類もこうちょっと複雑な形、こういうところはあのペイントになりますね。でこのマイバッハのエンブレムも GLS 本当はないんだよねこれ。そうですね、ないですね。これはじゃあセダンとかの。そうですね、あの別のものから作って流用してますね、はい、というわけでこの辺もこれも地味にめちゃくちゃ高いんだよね。高いですね、はい、高いと思います。ただ割となんかやりたいっていう方多いようで。多いです、今日も案内来てましたよね、はい、人気のカスタマイズということで、はい、そしてあとここ、このどでかいセンサーのところ、はい、ここはインパクトすごいですね。そうですね、ここはただペイントでやってしまうとあのレーダーなんで走行に影響が出るってことで、ここはラッピングの方でやらさせていただいてますね。というわけでこっちペイントでこっちがフィルム、はい、ただ色すごい合ってると思うんですが、まあ、それはボディの先輩方の力だと思いますこのマットの引け具合とかもやっぱりちゃんと合わせないと見え方違うと思うんで。これマットの引け具合って合わせるのって難しいの、はい、難しいと思いますよ。あ、すごく難しいですね、はい、でシルバーっていう色自体はそんなに。いやシルバーも難しいです、やっぱムラになりやすい色ですし、明るいシルバーになればなるほど難しいと思いますね。なるほど、はい、というわけでもう本当にでも分からないね、分からないですよね、フィルムと塗装の違いが、はい、ここも分かんないですし、ここも、はい、あとは今回はナンバーベースもこれは塗装だよね、さすがに。そうですね、これは塗装ですね、はいはい、というわけで、まあ、この辺は今回のそのペイントマッチに限らずなんですけど、はい、一緒にやるケース多いですよね。そうですね、一緒にやるケースが多いと思います。ナンバーベースとかも、まあ、やった方が絶対浮かないんでいいと思いますよ。というわけでその辺も今回しっかり真っシルバーになってると。かっこいいと思います。なんか真っシルバーっていう言葉が新鮮ねあんまり言わなくない。今日初めて聞きましたけど真っ白とか真っ黒って結構言うけど真っシルバーにしましたっていう。真っシルバーですね、だから前からのインパクトがすごい。かっこいいと思います。
だからこれ今日ちょっと撮影別の撮影で街の中走ってるところを、はい、この歩道から僕見ましたけど、はい、あの存在感が半端じゃないです。目立つっすよね。絶対目立つと思います。ただあのその時試乗されてた方言ってましたけど結構上品だなっていう。そうですね、色はそんなギラギラしてないですし、シルバーの方がまあ逆に言えば落ち着いて見えるのかもしれないですね。なんかあんまりどぎつさはない。ないですよね。本当に上品な感じで仕上がってる、はいはい、そしてですねここまでやったら当然タイヤホイールもそうですよね変えてあるということ で、ねはい、ダイヤホイールに関してはこれまでの経過でお伝えしてないんで、はい、今回初登場初公開でございます、はい、というわけでご期待いただければ、はい、行ってみましょう、はい、こちらです。ホイールの詳細を教えていただいてもいいですか。はい、エイジフォージドのホイール、24インチ付けさせていただきました。こちらアメリカの鍛造ホイールメーカーですよね。はい、そうですね、はい、で他にもご紹介してますけれどももうフルオーダーのオフセットだったりだとか、はいまあ、サイズ全部オーダーでできるタイプのホイールですよね。はい、なんか工場も大きいって聞いてたんで安心できるかなと思ってます。あの実は僕工場の方工場見学にも行きましたけど、はいまあ、中規模ぐらい。中規模ぐらいなんですか、ねはいはいはいまあ、もっと大きい工場もあるんですけど、はい、鍛造ホイール作ってる工場にしては結構でかい、はい、そしてあんまり詳しくは言えないですけど、はい、あの他のブランドのホイールも削ってるんですよそう、はい、そうですね。それ言っちゃいけないのかと思ってはいいんですけど、それってやっぱり高い技術力の証じゃないですか。多いの作業ができるということで、はい、本当にいろんなホイールを削ってました、はい、というわけでそこで削られてるこちらのホイール、そしてデザインこれまた新鮮ですね。そうですよね、ディスクっていうのもあるのかなって思ったんですけどこの車体に対してまあそれやられている方も多いと思うんで複雑な形のものに選ばさせていただきました。というわけでもう削り込みが非常に細かくてここリングでつないである感じになる。そうですね、そうですね。でしかも外側のスポークに関してはこう斜めになってる。そうです。ということはこれまさか回転方向があるやつですね。もちろんそうです、もちろんそうですね、はい、というわけで右と左でこの向きがちゃんと逆になってる、はい、右左があるホイール、はい、でこちらが設定されてると、はい、そして根茎部も緩やかにしてると、はい、そうですね。確か純正が23ですもんね。そうですね、1インチ大きくしてあります。まあインチアップはマストだろうということで、はい、24が入ってる、はい、そして気になるタイヤの方は。タイヤは安定でコンチネンタルでスポコン6。そうですね、はい、これなんか聞いたらすごい評判がいいみたいで。ああそうですね、あの評判いいですね、まあ、一番安定してるのかなと思います。というわけで静粛性だったりだとか乗り心地に関しても定評があるタイヤ、はい、こちらと組み合わせていると、はい、そして車高も今回結構下がってるんですね。そうですね、今これエントランスモード、乗り降りができるようなモードなんで、まあ、この車高では走れないんですけれども、まあ、一番こういうふうにデモカーなんで撮るときはやっぱりがっつりかっこよく低く下げました。ちなみにこのローダウンは何でローダウンしてる感じでしょうか。 IID のロアリングですと。あの車高の基準値ずらす部品ですよね。そうですね、はい、というわけで純正の上げたり下げたりする機能も全部使えるということで、はいはい、こちらでローダウンもされていると、はい、これインパクトすごいね、ホイールとボディのこの真っシルバーのボディと。そうですよね、色も合ってると思いま す、確かに、はい、というわけでこんな感じで足元が仕上がっております、はい、そしてあと各部フロントと同じようにペイントとこれラッピングが。そうですね、はい、施されているということで、はい、フェンダーは両方ラッピングだよね。そうですね、はいはい、でどこがペイント細かい部分ですよね。やっぱ複雑な形になるとペイントの方が綺麗に仕上がるんで、まあ、ミラー部分ですとかこのモール類はペイントになりますね。あ、モールこれペイントなんだ。はい、本当に本当です。本当だ、本当ですドキッとしちゃいました本当っすというわけでさすがにねミラーはねこうなんだろう 3D 形状というか。そうですね、はい、一周回る形状なんでちゃんと塗装して、はい、はい、で外側もこれ。そうですね、ここもそうです、ペイントですね。あ、ここもペイントなんだ、はい、まあ、確かにねモンドボディ特にこの辺全部分解して。そうですね、塗ったりもするんで非常に綺麗にシルバーに仕上がってると、はい、あとはドアなんかはもちろんラッピングで、はい、サイドステップも。サイドステップも開けちゃっていいですか。はい、ご覧ください、なんとこの電動サイドも真っシルバー、はい、これすごいね。これインパクトありますよね。ここ黒だとちょっと違うと思うんですよね、また雰囲気。確かに絶対シルバーの方がいいと思います。マイバッハのこのサイドステップめちゃでかいよね。でかいっすよね。だここを色替えするとインパクトが本当にすごい大きいと思います、はい、そしてあの踏む部分なんでもちろんゴム貼ってありますけど、はい、やっぱりこう少し汚れたり傷ついたりするんで、はい、まあ、プロテクション貼っておくと、まあ、ベースの部分に対しても安心かなと。
というわけでこの辺も、はい、そしてドア開けたついでにこれどこまで貼ってあるかというと、ご覧ください、これすごくない？そうですね、もう純正と見間違えるんじゃないかっていうぐらい綺麗に貼り込まれてると思います。これ言わないとわからないぐらい、わからないと思いますけどね。で特に今回ダイナミック PPF って言って、まあ、ベースはプロテクションフィルムなんで、はい、本来こうフィルムの厚みがかなりあるんですけど、なんとドア内までここまで、だからあの施工現場僕見ましたけど、はい、外してましたもんね。やっぱそうですよね外さないと貼れないですよね、はい、ここまで綺麗に。というわけでドア内まで、はい、だ結構お手軽に済ませると、はい、普通 の薄いラッピングフィルムでも外だけとかってあるじゃない。ああそうですね、そうですね。でやっぱり貼ってあると貼ってないだとこう、はい、満足度というか違うと思いますね。中乗り込むときに、はい、やっぱり気分が落ちないですもんね。がっかり感ないよ、がっかり感ないですね、はい、でさすがにこのヒンジ、はい、この辺なんかは元色の色が出てますけど、ね、はい、やるとなったらまあ1回外してペイントみたいな感じになっちゃうと思います。というわけで、まあ、塗ることもできるんですけど今回はヒンジはそのままになってると、はい、でしかも元色がなんと驚きのヒアシンスレッドということでヒアシンスレッドって言うんですねこれあのベンツのこの年式年代の赤といえばヒアシンスレッド、なんかそのヒアシンスレッドをシルバーにしちゃうのがなんかデモカーっぽいなとっぽいですよね、うん、全然ガラッと変えましたからね。なんか普通だったらもうちょっとこう目立たない色から変えた方が、うん、そうですね、そうですね、貼ってなくてもシルバーからマットでも全然違うと思いますけど、強引な力技でシルバーにする力技です。そして後ろも全部、はい、はい、真っシルバー。これルーフレールもだよね。ルーフレールもペイントになりますね。これもペイントなんだ、はい、この辺も全部シルバー、はい、だペイントマッチってやっぱりもうどこを同色にするかってもうさじ加減いろいろありますけど、はい、まあ好きなくこの辺もやってあげるとやってる感がそうですね、はい、しっかり出るかなと、はい、そしてこここっちはゴムだから、そうですね、ここはやっぱり、はい、貼ったりできないですよね。そうですね、ゴムは塗ったりすると色がパキパキ割れてきちゃうんで、まあ、ラッピングにしてもそうですよね、シワになっちゃったりしますんで、ゴム部分だけはすいませんけどそのまんま残らせてます。というわけでこのリアドアのこっちのパネルが入ってる方のサッシと、はい、あと窓枠は全部シルバー、はい、でこれドアノブはペイントですね。あ、これペイントなんだ、はい、ただこの開けたとこまで全部フィルムは施工されてるんで見えないね本当に赤は。そうですね、赤は全然見えないですね。さっきのヒンジぐらいじゃないですかね。というわけでしっかりこの辺も全部シルバーになってると、はい、そして後ろも同じく、はい、こちらのホイールが装着されてると、はい、で根茎部具合はこっちの方が入ってますんですよね。後ろだいぶついてるね。だいぶついてると思います。逆反りデザインになってると、はい、なんか逆反りになるとよりこのホイールの複雑さが強調されるね。はい、そうですね、立体感あると思います。そしてリアは少し太くなってサイズは335ですね、30-24、はい、というわけでしっかりこの辺も車高も下がってムチムチのタイヤで、はいはい、しっかり仕上げております。であとは後ろ、後ろですね、あこの辺のエンブレムも、はい、ペイントさせていただいてます。ペイントして貼り付けてあると、はい、そして後ろも真っシルバーだね。後ろもこれ本当にすごいねインパクトが。そうですね、インパクトは後ろはあると思います。後ろ見た時かっこいいなと思いましたもん。これ街ですれ違ったらもう絶対振り返るよね。そうですよね。というわけで全部このルーフのスポイラーもこの脇もリアゲートもバンパーも全部シルバー、はい、そうですね、ディフューザー周りとかマフラーエンド周りでやっぱり違うなって思うんですよね。確かにここも全部真っシルバー、はい、ここの仕切りも仕切りもシルバーなの。もう全部一気に、確かにもう全部まとめてやるっていうの重要ね、はい、ここまで来たらっていう感じですよね。そしてあといいなと思ったのはやっぱりここまでやってもちゃんとエンブレムを塗って貼る。そうですね、もちろんです、もちろんです、はい、貼らない方が簡単じゃない。そうですね、そうですね、はい、けどなんかこう純正っぽさというか。そうですね、はい、まあマイバッハですし。確かに、はい、これ600のこの数字とかもこの辺も全部ペイントですよね。そうですね、ペイントになります、はい、で真っシルバーになってると、はい、いやこれ本当にインパクトすごいね。インパクトいいと思います。はい、というわけで全体的にこんな感じに仕上がっております。はい、そして今あの絶対ここ貼ってないだろうなと思って僕開けたんですけど貼ってある。貼ってありますね。全然見えないと思います。これすごいね。はい、だいたい給油口はさ裏側貼らない。まあまあそうですよね、貼ってない車多い。あんまり見られないですからね、はい、裏側まで全部。え、じゃあこれバラして貼ってるってこと。バラして貼ってますよね、はい、というわけでこのキワキワまで本当にこの穴の中だけ唯一ヒアシンスレッド、ね、そうですね、チラッと。これすごいね。はい、だ多分言われないと元色赤って外からじゃ判別不能だよね。そうですね、そうですね、そうだと思いますよ。で最初にも触れました通りしっかり傷も守れるということで、はい、はい、そこが一番大きいですよね。普通に貼るだけじゃなくてやっぱプロテクション機能があるっていうのが
今回やっぱりやってよかったなと思います、はい、というわけでこんな感じで仕上げさせていただきました。はい、じゃあ最後になりますけども、はい、ペイントマッチやっぱりインパクトすごいね。インパクトすごいですよね。流行ってるって言ってもそんなめちゃくちゃ増殖してるわけじゃないんで。そうですよね、はいはい、日本じゃ全然見ないですよね。こればっかりになっても困るっすけど、困るっすね。まあ、他の人と被らないカスタマイズだったりとか、はい、まあ、よりファッションと融合性の高いようなカスタマイズ求めるって、はい、求めてる方にはもうもってこいじゃないかなと、はい、で特にあの元ペインターの小出店長、はい、小出くんですから、はいはい、まあ、いろんな提案が多分できるんじゃないかなと。そうですね、はいはい、そして小出くんといえばやりたいカスタマイズ、なんか好きな車があるんですよね。好きな車、そうですね、はい、なんだろう、ダカールとか好きですよね、やっぱね。ああいう揚げ系、揚げ系、揚げない車を揚げちゃってる感じステラートとか、ステラートとか大好きですよね、はい、でもその辺のカスタマイズ相談していただければいろんなものがご提案できると思いますので、ぜひボンドショップ浦和店にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。